あのー、すいません。あ,あ、はい。あ、すいません。あの、なんか、入り口のとこに、あのー、福島の桃、桃が置いてあったんですけど。うん、<桃>どこも置いてますよ。置いてますかはと置いてますけどね。あ<ー>全然問題ないですよ。はい。税<ー>でチェックしてますんで。あ<ー>今もう、けん、値段的には福島が出回りますね。ね値段。 あ風評被害で、どうしても小さい子供がおって、どうしても食べさせたくない言うんやったらもうね、やめたほうがいいですけど、別に食べて死ぬとかそんなんでね、回ってないんで、うん。ん申し訳ございません。えっと、九州産だそうで、あ<ー>はい。あそうなんですね。大丈夫だと思います。はい。あ,ありがとうございます。はいえー、260円ちょうどお預かりい,いたします。はい 検査してますんで、あの向こうのものはあまり入ってこないですね。そうなんですね。はい。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。今ちょっと茨城の方で取れたお魚は。入ってない、出回ってないみたいで。やっぱ気になさるお客さんがいらっしゃる。そうですね。せっかくだから、ちょっと茨城の魚買ってみようかなって思ったんですけど。いや、あんまり気にしないようにはしてるんですけど。はい。あの、まあ、実家が関西で。 はい大。大丈夫大丈夫。ああそうですか。うん大丈夫です。そういう心配はありません。検査とかしてるんですかね県とか国とか。うん茨城は大丈夫でしょう。ちなみに放射能の影響とか特に問題はあるんですか。放射能は全く問題ないですね。今年とか去年のものじゃないんで。放射能気になります？<laughs> いやーちょっと気になったりしますね <laughs> 海のものとか。まあそんなに生ものじゃないんでね。 私たちは一切気にしてないですけどね茨城に住んでるんで放射能を気にしてたら生きていけませんからね。わかりました。